はね、何をするかっていうと、プロプシュッ、めっちゃ埃立った。髪色がすごく可愛くって、私もこの髪色にしたいなと思って、マニックパニックで髪を染めていこうと思います。なんで3匹いるかっていうと、2匹は自分で買ったんですけど、もう1匹は元彼からもらいました。どの子が元彼からもらったものかはもう分かんなくなっちゃったんだけど、マニックパニックはこちらです。じゃーん。で、こっちは紫で、こっちはピンクですね。で、私のこの汚い髪色に綺麗には入らないので、プルプシュ、ホワイトブリーチを先にやって髪色をね、白くしてから入れていきたいと思います。イエーイ、オープン。もういっぱい入ってる。なんかこういうやつと、こういうやつとビー玉が入ってる。なんで？面白い。どうやってやるんだろう。私説明書がすっごく嫌で、読んでも理解できないから、いつもあまり見ないんだけど、いろんなものが入ってたからちゃんと見なきゃ。まずは身支度をします。始めていきましょう。で、まずこちらを開けまして、パウダーを液に、ね、入れて、ビー玉もね、入れてください。そしたら蓋を閉めてチェックをしていきます。では早速髪の毛につけていきたいと思います。冷たくて気持ちいい。はい、洗い流してきました。ドゥン。あんまりね、白くならなかった。足プロにいそうだよね。では作っていこうと思います。今回は紫っぽいピンクにしていこうと思うので、ピンクは全部入れちゃいます。そしたら紫をね、少し足していきます。落ちました。すごい血液の色みたいになっちゃった。マニパニってすごい派手な色なので、コンディショナーを足して保険をかけていきます。それぐらい入れすぎ。で、私学習能力ないので、手袋をしないで素手でね、マニパニをね、つけちゃうの。そしたらどうなるかっていうと、手に全部ね、色がついちゃって、なかなかそれがね、取れないの。ある日、その日にディズニーに行くっていう風になって、でも手がね、紫になっちゃって、でも恥ずかしくて、こんなんじゃディズニー行けないってなって、コンビニで軍手をね、買って、軍手をはめた状態でディズニーを楽しんだっていう記憶があります。恥ずかしいよ。3度目の正直は、しっかりと手袋を履いた状態で髪を染めていこうと思います。えい。本当はハケで塗った方がいいんだよね。でもハケとかうちにないし、今回もうまくいくはず。アビーちゃんになーれ、アビーちゃんになーれ。綺麗。はい、全部塗り終えました。いい感じだよね。これから洗い流していきます。いかがでしょうか。正直思ってた色とはちょっと違ったのね。なんかしば漬けみたいな色になっちゃったんだけど、近くで見るとこんな感じです。やっぱりムラはありますね。メイクもしてきました。いつもよりね、ちょっと薄くしたメイクは、髪が派手だから。で、アビーちゃんに慣れたかって言ったら全然慣れてないよね。色とかも全然違うし。で、ホワイトブリーチさんがね、もうちょっと頑張ってくれたらこういう感じで綺麗な色に染まったんじゃないかなって思うんだけど、でもキングダムハーツのカイリーにね、慣れたんじゃないかなって思うの。どうかしら。はい、ということでこんな感じで割と可愛くなれたと思います。この動画が好きって思ったら、ぜひグッドボタンとかいろいろよろしくね。